日も朝からいろんな曲を弾かせていただきました。今日はギロックのオリエンタルウィンドチャイムを弾いてみます。この曲はロ長調といって、シャープが5つも出てきます。少しずつ調整を理解して弾けるととっても楽しい曲です。5音の音だけで弾くペンタトニックというスケールを用いています。ミュージックオン。音のダイナミクスをつけて弾く、これも大切なことです。5音の音だけで弾くペンタトニック、スケールは実に奥深いのです。今日も暑い日中になりそうです。良い子の皆さんは無理をしないで、音にリズムに楽しんでください。